今福岡空港の国際空港にいます。これからベトナムの方に向かいたいと思います。楽しみです。今無事にハノイに着きました。そしてこれからホーチミンに向かいます。着きました。ベトナム着いて早々ちょっと写真を撮られてノーメイクでちょっとびっくりなんですけど、これからミスチャームベトナム始まります。審査員の旅。いやー、バイクがいっぱい結構危険だね。ナイス。バイクすごい。どうですか？じゃあ今日はこれからファイナルリハーサルに行きます。ファイナルリハーサルを見て多分ミスたちと合流してご飯を食べるのかな。やってます。I might forget everything. Okay, let me introduce. Here is Audrey. Hi, I'm Audrey. She's the MC for backstage. Yes, I'll be interviewing girls. I'll be walking around. I will try to make it comfortable. Yeah, she'll give us the energy. Right. That's what we need. I'll be like, hi, Rosie. No, you're not. That's not your energy. Come on. What is my energy? It's like, hello, Brazil. How are you doing today? Oh my God, Brazil! Yes. Hello. Yeah. See, that's just your energy. No, I'll be like, hi, Brazil. Hello, Bloom. You're gonna pick us up. You need to pick us up. Oh my God, Brazil! 今日今戻ってきたんですけども、何かいろいろあって全部スケジュールが変わってリハーサルは明日ということになったので、まあ、ミスコンではねよくこういうことがありますけども、臨機応変にというのがいつも海外の人たちとやり取りする上で重要なことなので、どんなことがあってもポジティブに前向きにいるというのがね大事です。ということで明日皆さんね、またジャッジのメンバーと会って、リハーサルを見て本番とともに迎えたいと思いますね。大変よね、頑張ろうねこれがミスコンだ。皆さんおはようございます。今日はミスチャーム最終日ファイナルのステージということで、私ベトナムホーチミンシティに来ております。今日はね、もうみんな朝から多分リハーサルをバリバリやって、女の子たちはドキドキ心臓バクバクな状況だと思うんですけれども、私たち審査員はこれから11時からロビーの方で、審査員たちと待ち合わせをして、どういう基準で女の子たちをジャッジしていくのかという説明のミーティングがあります。まあ事前にね、なんかこう、もうそういう女の子のアンケート用紙みたいないろんなことを書かれたアンケート用紙を私は目を通しているんですけれども、他にもね、ちゃんと基準があるみたいなので、そのミーティングに行きたいと思います。で、私は久々にというかですね、なんか10年前の頃に戻ったかのようなメイクを施しています。このスモーキーアイを作って、つきまつげを今して、
まあなんならカラコンもやっちゃってですね、バシッと審査員していきたいなと思います。それでは今日ね、楽しんでいきましょう。部屋の完成です。ちょっとこれがベトナムの感じのあれなんでしょうか。まあとにかくこれからイブニングガウンに着替えていきます。今から、ミスチャームの、本番のステージに移動したいと思います。着きました、ミスチャーム会場です。ハロー、よろしくお願いします。Look at this. Thank you. こういうなんだろう、マセラティから出てくる絵を撮りたかったのかな。We are finally here, Miss Charm 2023, and here's Miss World, this international Miss Universe here. ジャッジの皆様です。おー眩しい。もうね、いろんなねカメラとね写真を撮られまくって、これからやっと落ち着いて席に座って、女の子たちをジャッジしていきます。どういうショーになるんでしょうか、楽しみです。 Good luck girls。I work as a content creator who promotes culture and tourism.